ご紹介します。熊本城おもてなし武将隊の皆さんです。どうぞ。この肥後熊本の観光そして魅力を伝えるために尽力しておるものの集団でござる。こたびはこの日の国祭りそして街中スポーツフェスタを盛り上げるべく馳せ参じてきておる次第。野木太夫。さよう。先ほどお話もあった通り、こたびはこのアーケード街一帯城下にてさまざまな種目のスポーツを体験できるということでござる。我ら熊本城おもてなし武将隊は14時30分頃よりサンロード新市街にて行われる剣道、こちらにお邪魔する運びと相なっておる。こたびさまざまな競技がある2019年熊本を舞台に行われる世界大会ハンドボール、ラグビー、さらには2020年に行われる東京五輪、こういったもので行われる種目を視野に入れとる中、日の本の伝統である剣道、こちらも一つ参戦できるということで我らもとても嬉しく思うとります。剣道とは我らが言った戦国の世を基盤といたし、後の世江戸にて今のような形を築いていきます。この今世界から注目されている日の本の武道、今誰か長いですかって言いましたか。ギレイ殿、気にせず参りましょう。承知いたした。今いい話をしているところでござる。ぜひこの体験できるということで皆々、この機会ね、ぜひ参加していただければと思います。さらには、日の国祭り、そのお手もやそう踊りあったり二の丸の方にも我ら参るので、共にこの夏を楽しんで参りましょう。この催し事の魅力が分かったところで、今一度この皆様方の心を一つにするために我々流に勝ち時というものを挙げてまいる。では隼人よろしい。承知いたしました。勝ち時とは我らの時代に何か言うとりますね。気にせず参りますか。気にせずよい。勝ち時とは我らの時代軍の士気を高める目的にて取り行っていた時の声でございまする。これより拙者が勝ち時じゃそれと申したならば、皆様方拳を掲げ共に賛同、AAO とご唱和をよろしくお願いいたしまする。さあ準備をお願いいたします。お三方も準備をお願いいたしまする。よろしいでしょうか。さあ今聞こえたら南々も拳の用意をお願いいたす。では参りまする。ここに集いし皆様方のご伝承して街中スポーツフェスタの成功を祈願いたし、活躍じゃ。それ、AAO、ありがとうございます。ありがとうさんじゃった。さあこの年も存分とこの催し事を楽しんでくれ。また会おう。さらばじゃ。
クイズね。熊本城おもてなし部招待の皆さんでした。